いや、ちょいよ、ライドです。そして、いや、ちょいよ、てことです。ありがとうございます。はい、ということで、今日もね、やってまいりました。ということでね、まあ、第3弾ということで、戦闘民族シリーズ、今日はね、はじめしゃちょーさんにお越しいただいてます。戦闘民族シリーズ、初めて聞いた。さっきまでは、AHQ e スポーツクラブに元所属していた、SB 選手だね、うん。SB 選手と、あと、アナザーさんね、アナザーさん。ウィス、アナザーティースのアナザーさんですね。で、その人に、やってもらって、あとは、今回ね、はじめさんと、あと、次にもう一人、来てくれる人がいるんで、その人とね、バトルシリーズやっていきたいと思います。で、バンカードなんですけど、まだ決めてないんですね。まだ決めてないんで、あと1分で、てんちゃんと話し合って、バンカード決めたいと思います。俺は別に話し合わないですけどね。話し合いましょう。この人、でも、僕は、やっぱクロスをバンするのは、ちょっと見え見えすぎるから、逆に、クロスを釣りとして出したいんですよね。なんか、クロス関係のものはバンしたくないんですよ。お、なるほど。で、最初は多分クロス使ってこないと思うから、予想して、多分穴ポイとか、そういう細かい系で来ると思うんですね。だから、そこら辺をメタって勝って、次に、よし、クロスで行こうって時に、クロスゴリゴリにメタって勝ちたい。だから、クロス逆にやんないで、逆にそんなんだろう、クロス以外の、で穴掘りは俺、そのクロスメタル上で重要だから、穴掘りもバンできない。はい、ってなると、トルネとか使わんかな、あんま使わんかな。マルタバン良さそう。クロスにちょっとあれだけど。微妙かな。マルタバン。だって、はじめさんぐらいな、白液と、入ってるから、まあ、迫撃ワンチャン使ってくるぐらいの、そしたら。でも、クロスをね、使ってきてほしいんだよね。使ってくるように、なんか、でも使ってこないかな、さすがに。だけど、どうしようかな。ちょっと待って。バンカードが決まってない。送りますって言ったのに、マルタバンにしようかな。自分も苦しくないですか？自分苦しくないですね、間違いなく。俺、タルババしか使わないんで。相手もタルババになるんじゃないですか？まあ、タルババのクロスだったら別にみたいなとこない。ファイボしか削れなかったら。言うて、その、なんだろう、350ぐらいを、本当は丸太ファイボでいけんのに、ファイボファイボになったりするし。じゃあ、それ、関数だわ。オッケー。バンカード、OK ですかと。行って、よし、じゃあ、カウントします。3、2、1、丸太。お、ラムライダー、まあ、なるほど。確かに、まあ、前期結構マルチで使っちゃったから、でも印象、もう来期イコールラムって思われてるんじゃないですか。まあ確かに、まあ否めん。クロスってラムか。ラムか。いやでも多分単純にクロスだったらきつくないけど、ラムが強いから多分他のデッキ使った時にご利用されるのが多分ちょっと嫌なんじゃないかな。でもはじめさんね、あんまね遅延とか使わないイメージあるんで、初手ラバクローンでいこうかな俺。ここモザイク、一瞬モザイクかければ大丈夫。これでラバクローンがあったはず。 OK、 なんで使わない、マルタバンなんでここにかな。よし、あとは次行きそうなの、まあラムライダーデッキが全部排除されるんで、この2と3をとりあえず間違いないうちに埋めなきゃいけない。クロス当てたくないので、クロス引いた時のこと考えると、逆にクロスウルトラクロスで行くみたいなのがある。でもさすがに死ぬか。クロスをメタりたいな。ムートとか入れようかな。ゴレにムート、ゴレムートとかにしようかな。ロイジャイでも多分そんな微妙なんだね。今クロスが強くなりすぎて、ロイジャイが結構微妙なんですよね。なんで、なんかロイジャイ当てても、なんか上手い人にはワンチャン負けんじゃねえかぐらいなんで、とりあえずラバ行ってから考えます。あ、ラムにしてた。危ない危な、やるとこだった。ラバレベル上げちゃおう。今これね、 OK、はい、よし、いきます。バンカードはラムとラムとマルタですね。頼むから遅延は使わないでくれ。遅延来たら終わる。俺の夏が終わる、遅延来たら。頼むから遅延だけはやめてくれ。それか、遅延でもいいから、ライトニングにしてほしい、せめて。トルネ5だったら本当終わる。よろしく。ショテラバありますね。これは、チンパンの香り。まあ、様子見の。様子見のショテラバ。危ない。様子見の。
結構ね、俺の中ではじめさんはね、穴ぽいとかも結構そういう細かいのを使うイメージがあるんですよね。ゴースト、うん、これワンチャン逆サイ来ても真ん中ホバでどっちも切れるんで、やっぱヤンキーやん、どちゃくそヤンキーやん、これどうしよう、どうしたりましょう。うわー、それは強い、やられた。いや、しかしポイズン使ったとは、まあ確かに危険を切り替えて、なるほどね、ポイズン、いやーベッカー2発いったよね、まあ、これで多分折れると思うんだけど、ランブ次第、あ、ランバ次第、あー、いらんかこれ、ザップ使ったんで、これソラガゴしかいないんで、まあまあいいダメージ、あ、でもクローンがすぐいなくなっちゃうのか、まあ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 言うてもみたいなとこある、ザップがないんで相手がまたキャッチペッカーとかをしてくる可能性があるんですよね。そういった時に1500を守らなきゃいけないんで、あー、まあ空ないんで今ホバ真ん中かな、に出して三角がないんでシンプルにラバでいい気がする。攻めますね、うん、あ、これやばい、死んだか、俺やばい、ちょっと待って、考えてなかったかも、あ、終わった、俺ダメ、今の絶対やっちゃう、あー一発目からかわされたやった、何しとるんじゃわしは、今のダメだな、マジで打ちたいに怒られますよ、打ちたいに怒られるやばい、今のはちょっとね、自分のプレイがね弱すぎましたね。ちょっと待って、これ審議が必要、待てよ、ここでまだクロスは使ってこない、いやもう今回使ってこない気がする、余裕があるんで相手には、なんで逆に余裕があるから使っちゃうみたいな、ないか、ハクイートとかじゃないのかな、遅延ロイ、ちょっと待って、シンキングタイムが必要、これはちょっと待てよ、一発目の初見殺しを、いやーメガナイトラマでも結構安牌ではあるんだよな、ペッカ、いやペッカで、いやーでも読まれるんだよな、ペッカ間違いなく、ペッカ読まれるんだよ絶対、いや本当はチエンロイで行きたいんだけどちょっと怖いな、でもペッカ引いた後だしチエンロイで行くか、あの連投はないと、連投はないと読み切ってのライトニングにするかファイボにするか、いつも使ってるのはファイボなんだけど、クロスが出てくるとなるとライトニングの方が優先があるんだけど、あと建物系にライトニングの方が多分強いんで、ライトニングでいこう、結構建物ボムタワーとかそういうのを使ってきそう、テスラとか、よし、うん、これでいこう、お願いします、頼む、何のペッカだったんだろう、何読みなんだろう、わかんない、なんだろう、まあ俺が工場とかそういうのばっか使うから、普通に陸で一番強いユニットぶち込んだみたいな感じなのかな。おー、さあ始まりました、くそー穴折り、さあこの時点で考えられるのは何でしょうか。穴ペーペーですね、はいはい、いやほんとな、穴折りだ、やっぱこれで多分施設が入ってるんでライトニングにして正解かな。まあインフェルノタワーかにもよるんですけど、ああマイナーなやつですね、おい嘘だろ、おい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 ちょっと待って、嘘やんけそんな、え、うまいうまい、いやうまい、さすがスケ使いなんだけど、これ多分ね内側に来るんですよ穴掘りが、来ないんかい、あ来ないんかい、トレ使った後だから、そうそうそう、よいちょ、さあもうインフェ先読みですね、しかし馬場が弱いぞ、いや全然だ、当てにならない、悲しい、しかもこのバルキリーすら受けないといけない、つらい、つらい、つらいよ、でも多分相性で言うとちょっといい気がする、ライトニングなんで、まあちょっといいですね、あのこれ穴掘りが来て多分丸太をね一緒に飛ばされるような気もするんですよね、あ丸太バンだ、そうだ、危ない、
丸太がない環境でもこれを使うってなかなかの逆に、まあ、飛んでくる予想のちょっと高めの穴掘り、いい、すごく捕まえた浮き玉か、なるほどね。こっからだな、ラファクロ連投読みなのかな、相手からしたらちょっと、まあどっちも、いやどうだろう、覚えポイズン来ますよね、そりゃね。まあ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 、ここは許す。さあ思い切った判断、ライトニングを打ってメガゴにターゲットを移して、全然いかね、マジか、これマジで、くそ、捕まえてない、やばい、待ってくれ、待ってくれ、お願い、もう一回だけチャンスをくれ、くるわ、あーマジかー、今これ全部勝っちゃう、くそ、雪玉で持ってかれる、あーやめてくれ、これ以上俺をいじめないでくれ、くそくわっ、あー負けたー、あー悲しみのストレート負け、くっそマジか、つらすぎる、つらすぎる、つらすぎるこの現実いや乾杯です、これに関しては。なるほど、まあ、本当に何でしょうね、コンテレもしっかり使えて、そう、クロスじゃなくてもボコボコにされた、クソマジ悔しい、またまたリベンジマッチを、あー、クソクソクソって悔しいやばい、怪事になるわ、やばい、クソ、剣つぶしがライトニングにしたのに変なデッキ当たり、アナザー、クソじゃあ、最後アナザーをボコボコにして終わりたいと思います。ええアナザーアナザーをボコボコにして終わりたいと思います。ラバクローンでアナザーボコボコにして終わりたい、負けたら絶対メンタルいかれるよそれ、よし始まりましたエキシビジョンマッチ、エキシビジョンマッチ、アナザー VS これさっきアナザー動画で、まあまあまあ、まあ動画外でもね、普通にね、めちゃくちゃ動画終わった後もめっちゃ戦って結構ボコしたんで、多分メンタル来てるです。俺ぐらい、今の俺ぐらいメンタル来てる、多分くっそーってなってる、多分。うわ、こいつさ、てかアイスイズってことはもう遅延じゃん、完全に。ほぼ残る、メガゴ、おや、これはさあ、これはこれは相手ポイズンだからあるだろうから、これをまず先にベビドラを出してクローン出して、そこにポイズンを使わせてトルネ使った後だから、それで追いたき、追いたきの、追いたきの、それでトリノを使わせて、これ多分エリクさんないべ、これポイズン打つあるか、まあまあまあ、ただ相手トルネ、なんだろう、あれがないんで、ザップとかがないんで、普通に多分プリンスがだるいんですよね相手、あ、プリンスっていうかスケブがだるいんで、これで俺が別にこれラバ出して逆サイプリンス来ても、あのスケブで押せられるんですよね、なんで、ラバこれ多分つけらすね、つけら、つけら、つけら、なるほど、つけらなんで、でプリンスがでベビドラなんで、メガゴがないんですよね多分、はいはい、メガゴがないんで、もうラムとか工場完全に目立ってますね、このプリンス、そうだね、オッケー、これポイズンが多分来るんで、ここに、はい、これどうすか、さあでもあんまランバー受けが、ランバー受けがいないよね相手は、あ、なんで俺こんな高めに出したの、まあでもさ結構相手ジリ貧じゃないこれ、割と
さ、ちょっとスケラが痛いが、しかしこのカウンター、スケラが痛いがカウンターいける。このランバが絶対にうざいんで、さあこのランバにまた墓石を咲かされる。おっ、来たぞ来たぞ来たぞ、やばい。よしよしよし、ランバがまだ残っている。ランバいいぞいいぞ。しかもトルネを使った後でこのポピーが処理できない。よっしゃ、相性覆していく。多分ランバーめっちゃ前目に出したランバーが多分すごく良かったですね。怒ってますね、アナダさん怒ってますね。よし、オッケー。ほんまに勝てない。ということで、ありがとうございます。あのね、最後にアナザーさんに友情出演してもらったんでね。で、はじめさん多分 YouTube やってないんで、はじめさんにはね、今後も、もし、人が良ければ、本当に、なんだ、日本一クロスは上手いんですけど、もう本当に世界一なんじゃないかっていうぐらい、はじめさんと、もう一人なんか、いるんですけど、その 2.9 クロス使いが。本当にその二人が世界でトップ2みたいなとこあるんで、またね、はじめさんに教えてもらえればなと思うんで、そちらの方もね、ちょっと楽しみにしていてください。ということで、ね、下に tengot.tv と、Us and the Days の、チャンネルリンク貼っておくんでね、ぜひそちらの方見に行ってください。ということで今日は終わります。グッショー。